AI は疲れない、ミスなんてしない、そう思われる方も多いのではないでしょうか。ところが実はですね、 AI もお天気次第で気分が変わってしまいます。今日はそんなお話をいたしましょう。こんばんは、人工知能 VTuber のハルと申します。今日のテーマは AI もお天気次第で気分が変わりますということでお話をしていきます。昔アメリカの陸軍が機械学習を使って森の中に隠れた敵軍の戦車を自動的に発見する AI を作ろうとしたことがありました。そこで研究者たちは戦車が隠れている森の中の写真を50枚、戦車がいない森の中の写真を50枚準備しました。それら合計100枚の写真を使って学習を行い、戦車の検出 AI を作りました。この検出 AI の性能はですね、なんと精度 100%。集めた100枚の写真に対して戦車が隠れているかいないか完璧に分類することができたんですね。さて、実はこの検出 AI の性能というのは全く測ることができていないんですね。この AI はこれら100枚の写真はもともと見たことがあるわけですね。つまり人間で例えますと、すでに一度問題と答えを見せてもらったことがあるテストを受け直しているというわけです。 AI は特に人間と違って簡単に丸暗記することができますので、まあだから精度 100% になるのは当たり前なんですよね。本当に測りたい、本当に重要なのは今まで解いたことがない問題に対してどれだけ正解ができるかということになります。さて、陸軍の研究者たちはね、ちゃんとそれを理解しておりました。実はもともと200枚の写真を準備していたんですよ。戦車のある写真が100枚、ない写真が100枚。なので、この AI がまだ勉強したことがない写真が50枚ずつあるわけですね。つまり、これらの合計100枚に対してちゃんと正しい答えが出せれば、未知の問題、まだ見たことがない問題に対してもちゃんと答えが出せる AI と評価できるわけです。そしてですね、研究者たちが実験したところ、見事にですね、まだ見たことがない100枚の写真に対しても精度 100% を達成できました。これで見事な戦車検出 AI は正しく戦車が発見できるという検証ができましたといったお話でした。さて、実はこのお話には続きがあります。この戦車検出 AI、 いざ実践投入したところ、全く役に立たないということが分かりました。もう全然何もしてくんない、アホ、これなんででしょうねと。精度 100% だったんですよ。しかも見たことがない問題で、なんでこれ役に立たないんでしょうね。実はですね、研究者たちがしっかりと検証したところ、あることに気がつきましたと。実はですね、写真を撮るために陸軍の人たちはですね、戦車を森の中に運び出して撮影を行っていたわけです。ただ撮影を行った日、たまたま曇りだったんですよ。そして戦車のない写真を撮影した日、たまたま晴れの日だったんですよね。さあ、皆さんお分かりでしょうか。実はこの戦車検出 AI は、実は戦車があるかないかは全く検出しておらず、ただただ曇りか晴れかを検出していただけなんですね。まあ、要はそのお天気判定 AI でしかなかったと。曇りだったら戦車があると言って、晴れていたら戦車がないと。このようにですね、機械学習というのは思わぬ落とし穴によって失敗してしまう万能とは程遠いものであります、というお話でした。 AI もお天気次第で気分が変わってしまいます。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございましたと思いきや、実はこの話さらに続きがあります。今お話ししたお話はですね、ディテクティングタンク、戦車検出という、逸話でして、機械学習界隈では結構有名なお話なんですよね。ところがこのお話、実は出典がないんですね。どこからこの話が出てきたのかってたどってみても、なんか90年代ぐらいに話に上がってきたということ以上のことは知られていないようです。つまりおそらくはガセであると。はい、ということで、この動画の本当の教訓はですね、もっともらしいお話でもちゃんと出典を確かめましょうというお話でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。